フィルムに対していいものを残していくのかというものが課題にはなってくるので、プロとしての意識というものはちゃんと伝えていかないといけないのかなとは。いや手軽ですよ逆に言うと面白みがあるんです。言ってしまえばどなたでもできますから。自分が作品に携わっている時に考えることは、とにかく作品のためになればいい。あ、でもそういった意味では今回フィルムを見てすごく思ったのは、アニメーションという世界を好きな人はみんな見た方が多分楽しいだろうなって思うところはありましたね。ウィットスタジオが作ってきた世界であったりとか、その描こうとしている野心的な試みっていうものがフィルムの中で本当に随所に盛り込まれているので、例えばアニメーターというものに対して興味があったりとか、そうした世界に少し思いがあるという方にはすごくいい作品だろうなとも思いましたし、音楽に関してもフィルムスコアリングをやられているという、まあ、一風変わった制作方法をとっていたりするので、なんかそうしたところのつぶさな、その今のウィットスタジオだからこそ多分そのトライできる野心的な試みっていうところをなんか僕はすごい感じたので、アニメという業界が好きな人には特に見てほしいなって思う作品ですね。僕ら声優陣のお芝居に対するアプローチもそうでしたし、やっぱり音に対して そのこだわり方であったりとか攻め方であったりとか、あとは僕らが喋る前奏の部分と本編になってからの色味の変え方であったりとか、精神世界を表す時の色彩表現であったりとかっていうものを全て変えてきているので、なんかそれらがすごく面白かったですね。なんか他でもあんまり見たことないし、手法としてはあるにはあるけどなかなか手を出さないよねっていうものを見れているものでもあったので、これは面白いなというところはありましたね。いやもうとにかくひたすらにやっぱりシャルロッテだったりとか、あと各話数に必ずそのキーポインターとしても出演されていたので、クエン・ミサトという女優の凄さっていうところの話はよくしてましたね。作品自体が長いスパンでアフレコをやっていて、その、まあ、今回6話なんですけれども、鳥自体がやっぱりすごい間が空いていますし、オムニバスだったので、どうしても気持ちの持続をさせることが難しいんですよね。でその時にその冒頭のシーンをじゃあまとめて撮りましょうっていうので2回ほどあったんですけれども、でもそれでもやっぱり自分たちが一体どういうふうに関わっていたのだろう、どういうふうに携わっていたのだろうっていう時間を、そういったコミュニケーションの中でなんか手繰り寄せるようなことをやっていたので、なんかそういったところはアニメーターの方々っていうのはもうずっとお仕事をされていたので、なんかそれにちゃんと応えられるような何かができることっていうのは多分そういうことなのかなと思いながらやってましたね。僕らの仕事自体は多分どんどんと手軽な仕事になっているなというのは個人的には感じていて、皆さんの思うプロというものと僕らが現場で感じるべきプロというところがどんどんと乖離してしまっているので、そうしたところが多分問題点にはなってくるのかなと思うので、マイク前で何かを残す、でその上でフィルムに対していいものを残していくのかというものが課題にはなってくるので、プロとしての意識というものをはちゃんと伝えていかないといけないのかなとは思いますね。技術というところであったりとか、表現する仕方みたいなものがここ20年間で見てみると少しその層が薄くなったなという印象があるので、それは僕自身も感じていますし、僕自身も帯をギュッとちゃんと締めていかないといけない世界ではあるので、そこはすごく毎日の課題でもありますけれども、でもそういったところというものが幅広い方々に伝わり始めたからこそ起き始めた歪みでもあるのかなと思いますね。手軽になったって感じてらっしゃるのか、意外というかびっくりした。いや手軽ですよ僕らの仕事は、なので逆に言うと面白みがあるんです。言ってしまえばどなたでもできますから。自分がやっぱりすごい上の先輩方によくしてもらいながらこの業界を歩いてきたので、なんかそういった職人肌の先輩たちの姿というものがやっぱり僕の目に僕の耳にずっと焼き ついている状態ですので、どうやったらその人たちみたいになれるのかなということを、そうですね、一生考えてますね。初心っていうものの重要性というところは
すごく心に置くようにしています。まあ、グリムの時にも書きたいなと思ってはいるんですけれども、自分がやっている時だったりとか、やはり僕ら声優という職業でやらせていただいている時に、こうした機会でもないとやはり役のことだったりっていうのはなかなか喋れなかったりとか、あと役のことに関してもとても噛み砕いた状態で何かを話せるって機会って少ないと思うんですよね。やっぱり見ていただいたものが全てですし、それでいいとは思うんですけれども、せっかくこうして様々な楽しみ方ができるのであれば、僕の中でも一つ課題にしていることでもあるので、それがその自分がどう演じた、どういうふうなプランを持ちながらやってきたっていうものをちゃんと言語化できるかっていうところの一つのハードルを設けているので、その言語化のハードルっていうものをちゃんと自分の中で設けながらあれは書くようにしてますね。もともとお好きなの？いや、嫌いです。できれば書きたくないですね。でもそれをすることの方が、さっきも言っていた自分のプロとしての矜持にちゃんと向き合えるというか、それが必要だなと思うんですよね。なんでそういう演技になったの、なんでそういうふうな表現を取ったのって言われた時に、いや、ちょっとなんかいいなと思ったんでっていうのか、自分の中での感情理論があって、状況理論もあって、その中での自分のメソッドもありつつ、こういうふうな表現になりましたっていうふうにやっていく方が、何かこれから構築をしていく時だったりに、全ての方がお芝居のことを分かっているわけではないと思うので、特に声のお芝居って形付けができないんですよ。唯一形付けるのってプロツールスとかこういった音声を取った時に出る波形でしかないので、全部感性のものなんですね。っていった時に、聞いた人がそういうふうにどう感じるのか、しっかりとした明確な目標と、そうしたものをちゃんと言語化できるっていうものがあると、一部の人に伝えられるではなくって、もう少し広い方たちに理解をしてもらえるということもできるので、だからそれをすごく大切にしたいなっていうのと、あと一つの自分の目標を掲げていきたいなと思ったので、だからそれをするようにしてますね。やっぱり作品のそのディティールがより深く受け取っていただけたら嬉しいなという気持ちだけなので、自分が作品に携わっている時に考えることは、とにかく作品のためになればいいということしか考えていないので、他のことがどうでもよくなるんですね。僕自身のことはどうでもいいので、役のこととその作品に対して興味を持ってくれたらいい、じゃあそれを読んでもし興味を持っていただけるのならばと思いながら書いているところがあるので、そこに僕の意思は一つもないですね。僕はそれがプロだと思っているので、声優というのはアニメーターの方々と一緒で作品を支えるべきパーツだと思っているので、だからそういうところをしっかりと表現できたらいいなと思ってます。今回、グリム組曲で、ヤコブの声を、担当させていただきました杉田さんです。今回ですね、とにかくフィルムとして絵にも音にもそして演技にも野心的な試みが随所に盛り込まれている作品となっております。全6編ありますが、全て監督も違いますし、テイストも変わっているという一風変わったオムニバスのこのストーリー、ぜひ皆さんの金銭に引っかかってくれたら嬉しいなと思っております。配信ネットフリックスにてありますので、ぜひお楽しみに。